エドワルト・マイヤーエドワルト・マイヤーは、ドイツの歴史学者、古代史家、ハンブルクに生まれる。ボン大学とライプツィヒ大学で教育を受け、言語、文学から古代試験級へと進み、1875年にエジプトの神瀬セに関する卒業論文を書く。その直後、イスタンブールに駐在するイギリス総領事の家庭教師として、オリエントに接する機会を持つ。 1884年に主長となる古代史の第一巻を表す。1885年からはブレスラウ大学の聖教授となり、1889年からはハレ大学、そして1902年からはベルリン大学で教授を務めた。この大学では聖教授の他に枢密顧問の肩書きを得て、その後総長にも任命された。1900年には ハーバード大学で講義をし、オックスフォード大学、セントアンドルーズ大学、フライブルク大学、及びシカゴ大学から名誉学位を与えられる。1923年にベルリン大学を退職し、古代史第2巻第2部の改定中に心臓病で倒れ、死去した。マイヤーはギリシアを、 地中海の古代文明と関連づけることによって、その真の性格を明らかにしーると考えた。ミケーネの芸術はオリエント的だが、その文化の根本はギリシア的であり、ヨーロッパ史の起源と言える。中期ギリシアの最も重要な業績は、地中海に植民したこととフェニキア人を駆逐したことであった。マイヤーは、ギリシア史におけるソロンとテミスト・クレスの貢献を強調し、 クレーステネスとペリクレス以上の評価を与えた。ギリシアの歴史家では、ヘロドトスとトキュデデスを比較し、前者がアテナイによるギリシア支配を擁護していると批判し、後者の歴史序述の公平さを称えた。ありがとうございます。